もうすでに仕上がってるね。出遅れですよ。イエスタ選手がいて、もう帰っちゃったんですよ。彼が使っててずっと最初。ちょっとそのエピソード聞きましょうか。めっちゃいい匂いだと思って、でロック上げてみたらソバージュで、でマレーシア勝ったんですよ。へぇー。ちょっと再現されてる。撮影の意気込みは意気込み150% 出さないといけない撮影なので美容師さんということで谷口選手がやられた時あれはかっこよすぎた、あれには勝てなんかアドバイスを聞いたりしましたしないししてないですよ。すごい。みんな勝負で。あっ、したことないよ。難しいっす、マジで。あまり日頃着ない衣装のような気がします。もうそうですし、そのやっぱ黒髪で真っ黒で、しかも量が多いから染めてたら、なんていうんですか、その動きが分かるからやりやすいんですけどね、重く見えちゃうから難しいよね。今日なんかどんどん撮ってる中で表情とか変わっていく感じがして、変わってます。でも顔あれ変わってますよね。なんかね、本当なんかそれっぽくなってくんだよ。それっぽくなってくる。そう。慣れ？オフ日にこういう撮影が入ることって珍しい。毎回断ってますよ、ね。オフ日はトレーニングしに行っちゃってます。ケアとか。この後もちろんあの針とか体のケア。せっかく東京に来れたんで、信頼してる人。服が僕寄りになってきたんで。ちょっと安心感あります。後半に日本に入ってきます。一緒に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 。スポーツ選手は言いますけど、心は熱い、頭は冷静に、本当そういうのが大事で、だからこそ、なんかいい香りで、あんまり闘志を燃やしすぎず、もちろんうちには秘めてるけど、リラックスできる。そういった意味で匂いとかそういうフレグランスってすごい助けになるんじゃないかなと思います。試合中とか相手チームも多分バーって使って、普通に匂いするな思われた方がいいじゃないですか。よかったです。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございました。よろしくお願いします。今後に。武藤選手、撮影お疲れ様でした。そうです。振り返ってみていかがでしたか。いや、緊張しましたね。普段あんまり、まあ、ここまでしっかりした撮影ってあんまり多いことではないので、デッシュの元ディオールさんという素晴らしいそのブランドの撮影ということで、身がかなり引き締まる思いで頑張らせていただきました。ありがとうございました。
お疲れ様でした。すごいですね。何ですかこれ。あのそば屋のさっきのセット。あと化粧水とか入ってるんで、ぜひ。めちゃくちゃ嬉しい。化粧ジェルも入ってて。本当ですか。ぜひ爽やかになって。はい、マジで嬉しい。イエーイ。私は重くて。皆さんもぜひ。ありがとうございました。怪我なく頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。あ、多分こっちから。